スペイン南部地震は、スペインムルシア州ロルカを震源として、2011年5月11日18時47分に発生した、モーメントマグニチュード5.1の直下型地震である、ロルカ地震とも言う。本震の揺れは、アルメリア県、アルバセテ県、グラナダ県、ハエン県、マラガ県、アリカンテ県、シウダレアル県、マドリードでも感じられた。17時5分には、 モーメントマグニチュード4.5の前進があった。余震も複数回発生し、22時37分に発生した、モーメントマグニチュード3.9の余震が最大であった。ムルシア州は、スペインの中では、地震が多い地域であるが、今後大きな地震が発生する、可能性は、低いという。2011年5月11日17時5分。 モーメントマグニチュード4.5の前進が発生した。後にこの前進は、本震と同じ断層を震源とするものであることが、報告された。揺れはそれほど大きなものではなかったが、建物などの被害が報告された。アメリカ地質調査所発表の震度分布図本震は5月11日18時47分、ロルカの北東、約2 5トルを震源として発生した。 震源の深さは 3km。全域で人間が感じることができるほどの揺れがあったわけではないが、ムルシア州を中心として、イベリア半島南東部全域で揺れが観測された。アフリカ大陸とスペインの間にある地中海で、ユーラシアプレートとアフリカプレートが沈み込んでおり、アルアまでムルシア付近の断層が震源とみられる。 この断層は40から5 0トル程度の長さで、断層に近い地表が破壊されたのが確認されている。地震の規模について、アメリカ地質調査所は当初モーメントマグニチュード5.3と発表した。ヨーロッパ地中海地震センターは、リフターマグニチュード5.2と発表した。震源が浅かったため、マグニチュードの数字の割に大きな被害が発生した。 震源に近いロルカでは、メルカリ震度階級7、その周辺地域でもメルカリ震度階級 V を記録した。5月11日22時37分に発生した、モーメントマグニチュード3.9の余震が最も大きな余震であった。6月27日1時33分までに、合計134回の余震が報告されている。地震の被害を受けたロルカス・トジェーナ駅。 地震によって倒壊したサンティアゴ協会。人的な被害は死者9人、負傷者167人、重傷者3人であった。建造物の被害について、ロルカ市のフランシスコ・ホダル市長によると、地域の住宅のうち約80%が何らかの被害を受けた。また、ロルカ城をはじめとして33の文化遺産が被害を受けた。 ムルシア州政府分化委員会のペドロ・アルベルト・クルスによるとヨーロッパでこれほど文化遺産が被害を受けたのは1997年にイタリアで発生したアッシジ地震以来のことであるというスペイン地質学協会のテナダビラによると地震自体は規模、震源ともに予測の範囲内であったがロルカは2000年以上の歴史を誇る古い都市であるため 中世やバロック時代に建てられた現代的な耐震構造を備えていない建築物が多く、そのため被害がここまで拡大したという。ロルカ市の主な被害震源、建物の被害、死者特に断りがない限り本校では時間表記を現地時間であるシストに統一する。ヨーロッパ地中海地震学センターが2011年5月11日に 発表したデータでは2キロ、ロイター通信社などが5月12日に報じたところによると2キロ、スペイン国立地理研究所による7月13日の報告によると3キロとなっている。本校ではスペイン国立地理研究所の発表を採用する。スペイン国立地理研究所発表のデータでは6月に起きた地震まで当該地震の余震に含まれている。 abc, セルビシオでインフォーマーシオンシズミカアベントデルテレモトデースカーラ5、1。セルビシオでインフォーマーシオンシズミカインスティチュットジオグラフィコナショナル、2011年5月12日、閲覧。ab, セリエテレモト NE, ロルカピアニッシモ、4から 8abcd ルイズ、jy カジェハティ、ドステリモトスサキュデンロルカ Y、コ山ザンオーチョムエルトス。 プリサ、エルパゼ、2011年5月12日閲覧。AB ナバロ、S、アルトザナンバー MY ラウス、J、マイルズデ・ビシェノスでロルカパサンラノーチェアルラソ、トラスエルテレモト。プリサ、ロルカ、エルパゼ、2011年5月12日閲覧。セリエテレモト NE、ロルカ P26、セルビシオデ・インフォーマーシオンシズミカ、アベントデルテレモトデ・エスカーラ4、5。 インスティチュットジオグラフィコナシオナル、2011年5月12日、閲覧。エールメノスクアトロムエルトスイエヌンテレモトデゴ、1イエヌロルカ。エルパゼ、2011年9月23日、閲覧。セルビシオデインフォーマーシオンシズミカ、アベントデルテレモトデエスカーラ3、9。インスティチュットジオグラフィコナシオナル、2011年5月12日、閲覧。ラファエルメンデス。 ラケルセコ、マーシア、イエヌラゾーナマスシズミカデエスパーニャ。プリサ、エルパゼ、2011年5月12日閲覧。マグニチュード4.5スペイン2 0 1 1 0 5 1 1 1 5時5分、アトク。エムスク、2011年5月11日閲覧。AB、ロスドスサイズマスセデベンエウンデズリーゾミエント、ホリゾンタルデ、ファリアデロルカ。 abcs, アメリカンブロードキャスティングカンパニー2011年5月11日閲覧運テレモトで4ゴグラードスコンエピセントロイエヌロルカサクーデラリージョンテレプレンサ2011年5月11日閲覧シェイクマップ USC0003C5S ユナイテッドステーツジオロジカルサーベイ2011年9月23日閲覧 AB マグニチュード5.1スペイン2011名1116時47分、アトク。エムスク2011年5月11日閲覧。スペイン南部で M5.3 の地震、建物倒壊などで10人死亡。ロイター2011年9月30日閲覧。スペイン南部で M5.2 の地震、10人死亡。レスキューナウ、2011年9月30日閲覧。 セリエテレモト NE ロルカ P8 スタッフライターマーシアエスーナゾーナハビチュアルデモビメントスシズミコスペロノーデロースドステリモトスレジストレードズエステミエケリスヨーロッパプレス2011年5月11日閲覧マグニチュード5.1スペイン2011メイ 11, 明11 16時47分25秒アトクエムスク2011年5月11日閲覧 セリエテレモト NE ロルカ P1RLM ビサーズ BML マギネンジャー The 11 May 2011アースクエイクアットロルカビュードインエーストラクチュアルテクトニックコンテキストソリッドアース3 527から540ドイ、10.5194 S E D マ三から五二七の二零一一一瞬千八百六十九から九千五百十 H T T P コロンスラッシュスラッシュ W W W ドット S O L I D ダッシュ E A R T H ダッシュ D I S C U S S ドットネットスラッシュ三スラッシュ五二七スラッシュ二零一一スラッシュ S E D ダッシュ三ダッシュ二零一一ドット P D F 二零一一年十月公開閲覧 スタッフライター、セブンデッドアズ・モデレート・アースクエイク・ヒッツ・サザン・スペイン。myfoxphonix.com e。Fox クステレビジョンステーションズ、2011年5月11日、閲覧。ペジャー M5.1 スペイン。アースクエイク u s g s g o v u s u g ス、2011年6月7日時点の、オリジナルよりアーカイブ。 2011年5月11日閲覧。マグニチュード4.1スペイン2011051120 20時37分、アトク。エムスク。2011年5月11日閲覧。セリエテレモト NE、ロルカ P3AB マリアーノソフラ、コンセクエンシアスデロースサイズマス EN ロルカ。エルパゼ。2011年5月13日閲覧。 ーセ80%でラスビビエンダズハンケダド、アフェクテダズイエヌロルカポルエルテレモトうん80%で、ラスビビエンダズハンケダドアフェクテダズイエヌロルカポルエルテレモトーセ8 0でラスビビエンダズハンケダドアフェクテダズイエヌロルカポルエルテレモト,ト lavanguardia.com。ラバングアディア。2011年9月23日。閲覧。クルーズ D チェクロルカヘクタールスフリードウナデラスマヨレスカタストラフス。 パトリモニー・アルズ・でヨーロッパ・クルーズ・ディー・チェク、ロルカ・ヘクタール・ス・フリード・ウナデラス・マヨレス・カタストラフス、パトリモニー・アルズ・でヨーロッパ、ラバー・ダッド・エス、2011年9月23日閲覧。スペインことの地震被害、歴史の長さが裏目に。アフップブニュース・マドリード・エージェンス・フランス・プレッセ、2011年9月30日、閲覧。ありがとうございます。